マックスジェットは2003年に設立された全席ビジネスクラスの格安航空会社である。2007年12月24日に同社は定期便の運行を停止した。アメリカとヨーロッパを結ぶ大西洋路線は古くから需要が大きく低価格競争が進んでいた一方でビジネス需要の高まりに応えるべくビジネスクラスのサービス価格競争も早くから始まっていた。 マックスジェットはそこに全席ビジネスクラス、しかも低価格という振り込みで参入した。2003年の設立当初は、スコヨーリンクエアウェイズという名称だった。2005年4月25日に社名をマックスジェットエアウェイズに変更し、同年8月23日には、飛行に関する認可が下り、12月1日からニューヨーク、ロンドン間で運行を開始した。 ボーイング767から200の機内、その運賃が大手航空会社のプレミアムエコノミー並みの価格であったことから当初はビジネスクラスに乗るだけの費用は出ないがプレミアムエコノミーなら利用できるといった企業の中級幹部などの客を中心に好評を博した。また同社は新機材の導入に伴ってアメリカ国内やカリブ海方面を及びヨーロッパへの チャーター便の運行を開始する。2006年にはゴルフのライダーカップのアメリカチームのためのチャーター便まで運行した。さらに新規路線としてロサンゼルスラスベガスなどの西海岸へも運行していた。2007年6月には登場率が80%を超えるなど、その登場率は決して低いものとは言えなかった。しかし、近年の原油高やブランド力の不足、また、 他社のビジネスクラス割引運賃などに押され、富裕層の顧客の獲得にも苦戦し、経営は悪化していった。2007年12月7日、上場していたロンドン証券取引所での取引が中止された。これにより、最大の資金調達策が消えたことになる。12月23日には、フィナンシャルタイムズが同社が必死に資金繰りを行っていて、金融支援策を受ける。 可能性があると報じた。しかしその報道の翌日、クリスマスイブの朝、同社は公式サイトで、連邦倒産法第11章を適用し、今後一切の全運行を停止すると発表した。クリスマスの休暇時期にあたる同日に運行を停止したことによって、多くの予約客たちが空港に取り残されるという事態が生じた。なお、その客たちについては、コンチネンタル航空、イオスエアラインズや、 シルバージェットなどが代行輸送を行っている。なお、通常、連邦倒産法第11章を適用された企業の場合は、経営再建に向けて外部からの財政支援を受けながら事業を継続するのが普通だが、同社はその道を選ばずに今後は運行を行わない方針であった。しかし2008年3月、同社は NCA スポーツグループから資金提供を受け、 チャーター便専門の航空会社として運航を再開すると発表した。定期運航路線のミボーイング767から 200ER 座席は2か,2から2から2配置の川張りシート。最大160度まで倒れるようになっていた。シートピッチは60インチ。映画や音楽などは座席備え付けのものではなく、マックスプレイヤーズと呼ばれるポータブルモニターシステムを各人に貸し出していた。 コンセントはなかった。機内食は通常のビジネスクラスの食事に加え、シャンパンやワインを提供していた。ありがとうございます。